当番前に神妙な面持ちで桑田から死んだセミを手渡される菅野、戸惑いつつなんすかこれと聞くと、セミはな地上に出て中6日で死んでしまうんだ、次の当番まで生きられなかったセミの分まで投げるんだ菅野と真剣に語りかけられ、腑に落ちないながらもはいと力強く返事をする菅野